皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。やってまいりました F1 グランプリの時間です。カナダグランプリの予選、今からやっていきたいと思います。目の前に見えるチームメイトはジェンソン・バトンであります。さあ、ジェンソン・バトンとともにトップを目指す F1 グランプリ、早速やっていこうと思います。ということで、本日はフリー走行さんをちょこっと走って、あとは予選を走って、明日決勝ということでやっていこうじゃありませんか。ではコースに移動しましょう。はい、前回ですね、最後に予選ペースプログラムいろいろやりましたけど、コース順応はもう完璧ですからやる必要はありません。でレース戦略プログラム、ここで DRS を有効にすればクリアになりますので、予選ペースプログラムでターボの耐久性とかこの辺やりながらやっていこうかなと思いますけども、まずはレース戦略で DRS 有効にしてそれをクリアしたいと思います。ではまずはドライブアウトします。ジェフ、ドライブアウトだ。ラバーは乗ってるか。よし、何ラップか走ってみよう。コピー。まあ、ソフトタイヤでいけそうな気はするんで、多分これで最速ラップ刻んでいきましょう。まだ新品ソフトはまだだいぶ残ってますんでね。まあ、雨のおかげでね、ソフトタイヤ、ミディアムタイヤともに使うことがなかったので、まあ、ほぼほぼ問題ないんじゃないかと思っております。でソフトタイヤでまずは走る感覚を頭に入れないといけません。ソフトタイヤではまだ一度もこのコース走ってませんので、まずはね、このアタックラップまでにしっかりと一周タイヤを温めながらやっていきたいと思います。まあ、このサーキットもやっぱりね、有名なサーキットですのでね、何回も何回も走ったことあるんですけども、やっぱり難しいっちゃ難しいですよね。久しぶりにでもフルウェットで F1 走りましたけど、やっぱりフルウェットかなり難しいなという感じでしたね。ただ今回スピンがなかったのが僕自身では結構成長したなと自分で自画自賛ですね。だいたい特にここのコーナーの立ち上がり、この辺でアクセル踏んだらここで簡単に回るんですよ。くるっと回ってしまうんですけども、おそらく大丈夫だった、全然回らなかったので問題なかったなと自分自身が成長したなと思いました。はい、まあ、そんなこんなであまりそういう風にレベルを上げてしまうと何とも言えないんですけども、とりあえず1周だけ走って DRS 使っておそらくクリアになると思います。で前回3番手タイム出しましたんでね、フリー走行1で3番手タイム出しましたので、まあおそらく何の問題もなくいけるんじゃないかと思います。すべての DRS ゾーンで DRS あとうまく使えば1周で目的は達成となります。ただタイムはやっぱりソフトタイヤに切り替えるとシビアなタイムを要求されるので、そこはちょっと厳しいかなという感じではありますけども、とりあえず今回の目標としては DRS ということです。はい、 DRS クリア。まあ、あと何箇所か DRS 確かあったと思うので、そこでしっかりと DRS を使えばクリアということになります。まあ、今年もね、 F1 グランプリでいろんなドラマがあると思いますけども、本当に楽しみですね。だから F1 がない12月から1月2月までって結構ね寂しいんですよ。モータースポーツ何もないので。 OK、 これで DRS 使ったんで、これで多分クリアになってると思います。おそらくこれでもうプログラム終了させますからね。これで最後さ、うまくいけ、これですね。はい、これ気をつけないといけませんよ当日ね。はい、決勝でこれ絶対にやらないようにしましょう。で DRS ゾーンクリアになったので、これで、インラップとさせていただきます。ジェフ、ピットインだ。この周回でピットインしろ。この周回だ。コピー。ではピットインまでカットいたします。とりあえずね、修理が終わるまで1分ぐらいはかかりそうなので、その間にいろいろ考えたいと思います。予選ペースプログラムだけですからね。あとはもう予選ペースプログラムだけ完全にマスターすれば問題ないということになります。ただレーシングラインから2メーター以内にとどまるとかいうの、あれ結構難しいんですよね。あれ一番苦手なんですよ。あれが自分のライン取りとやっぱ全然違いますんでね、そこだけちょっと厳しいかなと思いますけども、なるべくパーフェクトでやっていきたいなと思いますね。フリー走行1は結構幸先良かったんでね、フリー走行2もなんとか予選ペースプログラムをパーフェクトで終わらせたいなという思いはあるんですけども、果たしてというところであります。よし、これでレース戦略プログラムもパーフェクトということになりましたので、
はい、フロントウィングダメージですね。これ治るまで、お、いいですね。レース戦略も5分の5、そしてコース順応も5分の5ということで、あとは予選ペースプログラムでエネルギー回生システム、区間平均スピード、マシンの修理で少し遅れたな。コピー大丈夫だ。あとは1周を通してレーシングラインから 2m 以内ということで、これをね、やっていきたいと思います。それではアタックラップまでカットいたします。よっしゃ、アタックラップですね。最後のアタックラップとなるか。ではここで、しっかりとね、走っていきたいと思います。今のところトップタイムですからね。私さりげなくトップタイム出してますからね。さあレーシングラインですね。レーシングラインを意識しましょう。レーシングライン意識しましょうね。レーシングラインを意識しましょう。レーシングラインレーシングラインを意識しましょう。2m 以内にとどまって、2m 以内にとどまってね。少なくともこのライン取りで完璧に走れば大丈夫だと思ってるんで、アンダーが出て飛びそうになってもなんとかこらえて、ライン取りをしっかり、この前を走るオコンのように綺麗にライン取り、綺麗に走りましょう。そうやな、こういうラインがないところどこ走っていいか分からなくなるから、このオコンの後ろずっと走っておこう。オコンの後ろずっと走ってもタイムは仕方ないからね。タイムちょっと犠牲にしてオコンの後ろを綺麗に走ってれば、この人たちは完璧なライン取りで走るから、そうこのオコンの後ろ走ろう。これで 2m 以内いけるんじゃない。ちょっと今危なかったな。今普通に危なかったけど、2m 以内いけそうやな。これオコンの後ろついて、いいね、オコンの真後ろだといけるんじゃない。さあどうや、なんか上のゲージのやつ全然ダメだけど、レーシングラインはいい感じやぞ。レーシングラインいい感じやぞ。レーシングラインいい感じやぞ。いいぞ。これレーシングラインクリアしたんだね。よし、テスト終了だが、結果は今一つだ。やり直す必要があるな。オッケーオッケー、レーシングラインクリアやな。完璧や。オッケー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 。いいやん。ありがとうありがとう。推定ポジション22位やけど、今のは仕方がない。オコンが邪魔してくれたからね。オッケー、一旦ピットに戻ります。はい、来ました。久しぶりですね。予選ペースプログラムもすべてクリアということで、5分の5、すべてパーフェクトになりました。もうあとはもう自分自身でトップタイム決めて予選に行こうかなと思います。今の時点で順位は何位なのかな、私。2番手タイムですけども、これからどんどんみんな波に乗ってきますんで、変わってくると思うんでね、タイムは。はい。ちょっと。今面白いこと起きましたね。さあ何番手や、6番手ぐらいはいけたんじゃない。ではここでトップ3をおさらいしましょう。こちらです。ノリス、リカルド、そしてフェルナンド・アロンソ。フリー走行が終了したところで今回はお別れです。次のフォーミュラー1のセッションでまたお会いしましょう。はい、まあ9番手ということでトップ10には入りましたんでね。バトンも14番手ということで、これは予選期待大ですね。楽しみであります。次はいよいよ予選でございます。 OK、 完璧ですね。今回めっちゃ成績いいやん。2人ともチーム内評価も上がるし、いい感じです。ジェンソン・バトン、一緒に頑張ろうぜということでメッセージ来てますね。メッセージはジェフ、カナダで最も注意すべきことは、見た目より高速で抜けられるコーナーがいくつかあるというとこだ。欲張りすぎてショートカットするのは禁物だと。まあその他特に何もなさそうですね。はい、では今からですね、この前に見えるバトンと一緒に予選に入っていきたいと思います。それでは早速進んでいきましょう。次のセッション、いよいよワンショット予選となります。パドッククラブが映ったね。よっしゃ、行きますよ。では早速ワンショット予選、一周一気に走っていきたいと思います。サーキットへレッツゴー。さあ始まりました。一周きりの勝負でございます。もうすでに抜かれたけど、私左上の順位は一切見ません。ゴールするまでは一切見ませんのでね、自分自身が何位のタイムで現在走ってるのかというのは全く分かりませんけども、とりあえずトップ10には絶対ポイント圏内ではスタートしたいのでね、この辺絶対無理ですからね。普通に考えて1位はまだまだ無理なんですけども、人生何が起こるか分かりません。
最後まで夢を諦めてはいけません。ルクレールが現在前、ルクレールが一番手タイムですね。まだ大丈夫です。AI のコーナーが遅くなるコーナーがたくさんあるんで大丈夫かなと思うんですけども、あとはもうファイナルコーナーぐらいでしょうか。ルクレール早いですね。やっぱゲームの中ではめちゃくちゃ早い。現実世界だとなんかいろいろ俺たちされてるからどうしても順位が落ちてしまうけど、さあここでおっ、ルクレールが目の前、いいタイム走ってるぞ、いいタイム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 、よしよしよし、これであとスリップ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 、あんま関係ないけど、よっしゃ、これどうだ。あ、でもなんか8番手9番手10番手ぐらいっぽいな、10番手ぐらいっぽい。ここで最後チャンピオンウォールをきれいに抜けて走っていけば、さあどうだ、もう動くな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 、これでいけこれでいけこれでいけ、どうだ、イエイエイ、何番手、8、おお6番手6番手いけるいけるいける、これちょっと優勝狙えるんじゃねえか、いけそういけそう、6番手いいぞ。これで明日のレースに向けた準備が整いました。しかしまずグリッドの最前列に誰が並んだのかを見ておきましょう。ルクレール、フェルスタッペン、そしてランド・ノリス。今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。いけるね、ルクレール、フェルスタッペンはもう安泰ですけども、ノリスが3番手入ってきたか。ていうかメルセデスに2人とも勝ってるな俺、ハミルトンとラッセルに両方勝ってますね。いや、いけるぞこれは。3位、表彰台、初の表彰台取りたい。さあ進みましょう。やっとや、やっとや、やっとライバル関係で勝てた、やっとハーミーに勝てたわ、もうやっと勝ったわ、ついに勝つ時が来た、もう、うわ嬉しいわ、もうマジで本当。バトン俺やったぜ、ハーミーに勝ったぞ。バトン君は誰に勝ったんだ。さあレース前ということで、俺が普段から1周目について注意してることは知ってるよな。カッコつけるな、マシンを壊すな、あくまでカーボンファイバーだ。ちょっと考えたんだが、今回は少し大胆に行こう。たまにはちょっとは攻めて変化を加えるもいい。そう思わんか。隙間に入り込んで他の奴らに押しに弱くなんかないって見つけて、ん、見せつけてやれ、全力で行け。いいレースを。はい、ということで次回全力でいいレースやっていきたいと思います。これいけるかもしれんな。6番手スタート最初決めて、第1第2コーナーで一気にオーバーテイクして、3位ぐらいからブロックして、バトンを前に行かせてっていう感じの戦略でいけそうですね。よっしゃ、ということで次回カナダグランプリ決勝ということで、もう3ヶ月ぐらい F1 グランプリ空いてますけども、3ヶ月ぶりぐらいに走って何位取れるのかというのをやっていきたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。